母さんの介護をずっとされて、その後、3年前お母さんが天に帰って、その告別式、まあ、前夜式の時にものすごく大きな声でイエス様を信じられて、そしてそれから、まあ、集会を定期的にやってるようになったので、最初は出ておられたんですけども、まあ、分かりにくいということですね。それとまあちょっと体の病気もあったので、あの途中からは出られなくなったんですけども、で最後に自分で洗礼、まあ、洗礼を受けられてキリスト教師の葬儀ができまして、本当に良かったなと思っています。で告別式と伝夜式で、あのジョイ牧師がお父さんとの若き日の格闘と人生の再起におけるすごく深い関わりのことを話されたんですけども、まあ、神様は特別な時間だっただろうというふうに思います。まあ、その大切なお父さんはね、天で間違いなく会えるから、そういう意味では深い喜びはあるでしょうけど、人間なので目の前からいなくなった寂しさっていうのがあると思うので、ね、どうぞ皆さん覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。はい、それじゃあ賛美の後に先ほど言いましたところから、今日は、教会の祈り、まあ、それがどれほど素晴らしいかということを学びたいと思います。はい、それじゃあお願いします。全部賛美できるかな。どうしようかね。はい、それじゃあ、詩編は以上でましょうかね。詩編98編からですね。お立ちの方はどうぞお違いください。じゃあお願いします。75番です。新しい歌を主に歌え、主は屈しい技をなさった、その右の御手とその聖なる右腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしいね、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ主に喜び叫べ、大声で叫び喜び、歌い褒め歌を歌え。盾ごとと捨てて歌え、盾ごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べ。挑戦して。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけもろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。山々もこどって主の御前で喜び歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。ハレルヤ。55番。新しい明日へ今旅立つ、光さす方へと顔を上げて、
重ね合わせた手を離さないで、未来は希望で満ちている、だからこの道をずっと、この道を同じ歩幅で歩いてゆく。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから、出会いは決して奇跡ではなくて、生まれる前から綴られていた。選んだ道は確かにゴールを目指して、時を重ねていた。そっと寄り添って、ずっと寄り添って、優しさを描き続けよう。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから。36番この苦しみの中からお賛美して礼拝に入ります。苦しみの中からあなたをたたえる、この痛みの中からあなたに感謝する、十字架の愛が染みてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、十字架の愛が
聞こえてくるあなたの祈り、十字架の愛が染みてくるあなたの血潮、温かい光がある。ハレルヤ、ラッサンデラナブラブラサンデラナブラ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 。私はあなたを光の中に導きました。今あなたにその光が十分見えてないかもしれません。しかし私はあなたを光の中に置きました。これを安心しなさい。これからあなたの前に私の光が豊かに輝き出し、あなたにもはっきり見えてくるようになると主は仰います。うつむいて影ばかりを見ていてはなりません。あなたの顔を上げ私を褒めたたえなさい。あなたに理解できないことの中で私に感謝をしていきなさい。感情は伴わないかもしれません。でもあなたが私を褒めたたえ感謝を捧げていくとき、今まで見えなかったことが見え始めてきます。愛する子よ、私はあなたを愛している。私はあなたに祭殿以外決してすることがありません。敵の攻撃さえあなたの罪の結果のことさえ悔い改めるとき、私は全てを益として働かせ、そのことさえも祝福に変えていこう。十字架の恵みはそれほど大きく、復活の力はそれほどに力強いと主は仰せられます。なさい。この召しに立つその時に私があなたに力を与えると主は言われます。人間関係でいろんなトラブルがあったり、人間関係が鬱陶しくなったり面倒くさくなる人がいますが、そのことを否定的に考えてはいけません。あなたはまず神との関わりを深めていきなさい。そして祈りなさい。その時私はあなたにとって素晴らしい友を備えていこう。あなたにとってそのなんかあなた自身をこう本当に心から話せる友人を備えていこうと主は仰います。今あなたはうまくいかないことからが後の日になってマイナスではなく、そのことさえも生かされる神の大きさに驚く時が来るだろうと主は仰います。何とかするのではなく、私を褒めたたえ、そして私に祈りなさい。あなたが祈った祈りはあることはすぐに、そして多くのことはすぐにではありませんが確実に聞かれていきます。その中であなたは神様の導きの完全さと時の素晴らしさに驚くようになると主は仰せられます。ガドルアドナイを最後に賛美します。62番。我が魂よ主を褒む。我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒む褒む。すべてたたえよ、栄光まれ賛美はとこしえに主のもの。栄光まれ賛美とこしえに主のもの。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証の時、また任命式の時をありがとうございます。
救われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されているお一人一人を心から感謝いたします。長崎エリカ教会の真理牧者リエスキリストご自身が牧会されている日本中世界中にいる主の民、数十万数千万数百万のあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、御言葉をもって私の信仰を養って、あなたが用意された約束された100倍60倍30倍の祝福を、恵みを、勝利を具体的に見ていくことができるようにどうぞ導いてください。語るこの者も聞く私たち一人一人も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によって